哇，好长嘅商店街啊！喂，李慧，你最中意嘅 shopping 啊？我开心，我开心，shopping，shopping，买嘢先。李慧，你睇下，咩？我丢丢。哇，饺子 pizza，pizza， 饺子 pizza， 何これ？面白いね。宇都宮は餃子がすごい有名だから、こういうこともありえるんだ。ピッツァと。 餃子の奇跡のコラボ、本当に奇跡だよね。餃子の皮だってこれ。何も一緒これ。アンテナショップ。何やこれ。これは日本でアンテナショップと言ったら、大体その土地の名産品とか情報を外に向けて発信するお店のこと。咁我買只餃子食下先。嚟到宇都宮梗系买饺子咧。咦？咁平嘅，你睇下。 ポテトチップス。あ、これポテト チップス。餃子名嘅ポテト チップス。匂い嗅いでも。乜嘢？嗱，分からないと思うよ。あとこれ餃子花生。餃子啊，餃子花生就花生。嗯，餃子花生啊。香港都有南柚花生啊。南柚花生？你系咪讲南乳花生啊？系啊。系啊，都几好食噶。阿杜啊？嗯。 我度越多越多。啊，饺子薯条，我度啊，饺子煎饼都有喎。美味しそう。哇，做煎饼都得喎。咩唔得？ピッツァどうだろう。呢个仲得，哇，买咗呢个翻去可以种只饺子出嚟，餃子の種。ご注意ください。この種を畑にまいても餃子は実りません。 やる人いる。餃子の花咲いてるここ。可愛いね。これ何？これは、カシューナッツ。外人名でカシューナッツ。すげえ、さすが。宇都宮は餃子の街だね。来れば愉快な宇都宮。ダンダン。発見。レモン合うない。咩嚟噶？栃木のすっごい有名な飲み物。お。 レモン合うないや。レモンない。美味しいんだよ。有名なの？有名。でも栃木県以外の人にとってはレモン合うないって聞いたら、はあ？なんだか。でやっぱり思うんだけど飲んでみたら意外と美味しい。で栃木の不思議な飲み物として有名になって今お土産もいっぱい出てる。わ。クッキーとかキャンディーとかお饅頭とかみんな栃木に来たら結構買って帰るんだ。美味しいかな。飲んでみ。 シハロー、ストローが出てきた。もう準備されてるんだ。はい。OK よ。うん。あ、半分 レモン、半分 牛乳じゃなくてレモン 味付けた牛乳だね。うん。ちょっとついてて甘くて爽やかで美味しいよね。喂老友，你最喜欢嘅雪糕悠悠悠啊。系喎，柠檬雪糕，柠檬雪糕。 よよよよ。これ、おいしそうだね。あ、結構いい。でも私はこれじゃなくて、はい、しまって溶けちゃうからしまって。はい。これじゃなくて。ラバメは。オッケー。うん。こんにちは。大人のレモン牛乳ジェラートを一つください。はい、ありがとうございます。すごい形。 フレッシュなレモン合うない食感は。あ、ちょっと待って、なんで先に食べるの？あ、まだちょっと時間。うん。味がちょっと知りたい。味がちょっと知りたい。食べてね。どう？あ、酸っぱさが少し本格的。うん。でも、あの、リンゴよりちょっと甘い。うん。 でも苦味があってレモンが本物のレモンが入ってる。あ、そう。確かにちょっと大人の味。これ、うん、本当のレモン。うん。なんでまた食べてんの？私のオーガー。さすがレモン牛乳の街。来れば愉快な宇都宮。レモン。餃子の街、カクテルの街、そしてジャズの街とも言われる宇都宮。 その魅力を多くの人に知ってもらいたいという思いから、こんな CM まで作られました。さすが
カクテルの街住めば愉快な宇都宮。ありがとう。いよいよ栃木一周の旅最後の夜、フィナーレを飾るのはこちら、宇都宮の名物居酒屋です。居酒屋おいしい。日本の心、これトロおいしい。うん、お刺身とか、うん、あとお豆腐、冷たいお豆腐にこう鰹節いっぱい乗せて冷ややっこ、冷ややってる料理だね。そう、あとこれはここのお店の名物だし、揚げ餃子。この餃子の姿見たことない。面白いよね。とくとくですね。うん、あとソースもなんか、これは多分ね、お酢とラー油、七味かな。そう、ね、うん、あとこの強大な唐揚げ、ザーガイ、ザーガイ、ザーガイ、うん、これ何、これ、これは、この鍋、ここの、これも名物なんだって。栃木産の地鶏の鉄板焼き。いい匂い、うん、蒸し焼きになるね、これ野菜いっぱい乗ってて。あとこの、やっぱり枝豆とか、お漬物とか、うん、そしてビール、うん、お刺身。これがもう日本の居酒屋の鉄板メニュー。大丈夫ですね、うん、おかしいこれですよ。なんでなんか、住宅街の真ん中に、うん、この店があって、うん、でも全然分かりづらいじゃん。分かりづらいよね。宇都宮駅から車で20分ぐらいかかったよね。そうだよ、うん、でもなんかこんなにたくさんスジャンが来ると、そう、何かあるんだよ、ね、何かあるな。あっち側なんて外国の撮影クルーばっかり、うん、壁いっぱいに。なんか隠してるかな、うん、あ、このメニュー私隠してるんだけど、うん、何が、このメニューね、なんでそんなに驚くんだよ。驚きまんのは、いや、なんで、なんかすごい、もう全部英語。なんで、個人の経営してるすごく小さな居酒屋さんなんだけど、ものすごいインターナショナルだよね。世界有名だね。なんで、いや、とにかくちょっと食べてみて、途中に派遣できるかもしれない。네시아신은그런중간에뭐깜나여기전반대로래다야뭐예심뭐와아근데맛있지맛있지응우그래계속끝이생기다와이씨야새끼야거네아브라스도넣었대요그럼돌이栃木の地鶏아이따기마스이따기마스아아그아그아그까우기입료아저기는롱메가아니롱메요아니가스고시깔시들시깔시들내가또또그런야사요이손이굳이나는게다허이까봐이손이아마못배나이게메이브트난다어가보지나나와와와와미야와와사사가나야때나니와와오메기네저마라오라마라오へえ。こんにちは。これが名物ですね。働いてるの？サルさんですね。何かしてくれる？サルさん。そうです。おしぼりちょうだい。はい。おしぼりちょうだい。おしぼりちょうだい。お、なんか出る？あ、本当に持ってる。うわ、すごい。おしぼりちょうだい。かわいい、ありがとう。おさるさんのサービスですよ、ここの。すごーい。じゃあ、おとしやしし、うん、ビールちょうだい。はい、ビールねー。はい、ビールちょうだい。ほんと？ビールも？はい、ビールちょうだい。お、来た来た。わー、来た来た。えい、ビール。ビール、ありがとう。わー、我史上第一次从马路上就拿着杯走啊，すげえ。すごい。働いてるの？栓抜き。栓抜き。栓抜きちょうだい。栓抜きちょうだい。あ、わ、来たよ。はい、唔该晒。わ、ありがとう。何啦 ？Thank you。ありがとう。わ、好似手好柔软咧。可愛い。どこに？うん。やー、乗ってる。可愛い。やだ。ごめんね、びっくりしちゃった。乗ってる。幸せ。重さを結構感じる。最大よ。可愛い。動かないでね。後ろ今バランス取ってるから。本当？これ好き。そうだね。すごいね。そう。はい。リラックス。リラックス。ちょっとリラックスできる。おいや。わあ、ありがとう。ジュース、ジュース、ジュース。
はい。あ、飲んでる、かわいい。すごいかわいい。あ、もうのせきとおやが。喉乾いたね。あ、おいしそうに飲んでる。我第一次见马骝饮汽水啊。幸せ。香港最近いろいろ大変なんだって。我过后呀，我操。好啦，咁我走嘛，我走啦喎。哇 ，baby。喂，我老友啊，我老友，差点都同事错 NG 嘅意。結構重いね。うん、ずっしりくるよね。あ、でも今ちょっとなんか体の一部になってる気がする。あんまり動いちゃいけないって。あ、そっか。うん。今ねバランス取ってんの福ちゃん。すごく。うん。わかった。このお店の人気の秘密があそこにある。野生のお猿が働くお店。おしぼり一本が世界へ。もらいましたね。日本の伝統と世界遺産の町、日光鬼怒川。神秘的な九尾の狐の伝説、那須高原。世界を魅了した幻想的な花の世界、足利。モータースポーツの聖地、モテギ。人間と一緒に暮らす猿たちとの触れ合い、宇都宮。東京からたった2時間以内で行ける別世界。栃木県で待っているのは美しい大自然とたくさんの新しい出会いです。